ございます。話せばわかる室が豊かです、一方的に何か言うということではなくて、お互いの意見を交わすということが大事だなと思っています。まあ、立場上ですね、社長としていろいろこう指示をしたりお願いをすることがあるんですけれども、まあ、その時に相手の顔色というのが非常に気になって、言いたそうな顔をしているだけど言わないってことが多くて、なるべく対話をしてお互い言いたいことを言おうということです。